弟子たちの活動ということでその2回目になるんですけれども、えー、前回あの十二使徒たちがですねかなりあの遠いところまで殿堂に行ってるんだと、あのー、インドとかねあの中国あたりまで実は殿堂しててですねかなり早い時期に相当東までキリスト教は広がっていたっていうことなんですけど、えー、彼らはですね、あのー、単独で行動してるというよりは、えー、ど,どちらか あのちゃんとしたその共同体で動いているわけですね。多くの方がねこのエルサレムあの共同体についてはね見落としがちでねあまり興味を持たないところなんですが、実はものすごく大事な部分で、ある意味である意味で言うと聖書の物語のね核心というか <laughs>、うん、の部分なんですよね、えー。アグリッパ一世のダイヤコブ処刑後にエルサレム共同体はどのように変化したのでしょうっ あのこのホームページの著者はあのこういった意味でこういった意味であのエルサレム教会はですね要するに新フ,ファリファイサイファーに近,い近づいたとだからあのユダヤ教徒として保守化していったっていうふうに考えてるんですこれは違います。表向きユダヤ教を偽装してるだけですこれは。 であのユダヤ人とユダヤ教徒と仲良くしなければならないので表向きそれを装っていたなぜかというとあのユダヤの立法を守ることでファリサイ派の人たちをたくさんですねキリスト教に改宗させることができるようになりますだって教義体系はほとんど同じだから、ね、であの言ってくると分かるでしょで要するにイエスを予言されたあのキリストだというふうに認めさせるかどうかだけの問題ですから非常に取り込みやすいです であのキリスト社にしてです、ね、あので一緒にあの生活をして基本的にはエスエヌ派ですから一緒共同体として一緒に生活しますあの全財産はあの教会に寄付させ,ないささせるんですねであの共同管理をしてっていう全く同じ共同体ですからそれはあの使徒の,あの原稿録見てもそう書いてありますあのこれはまるでオウム真理教と同じパターンですけどね全財産を寄付式にする。 <laughs> その中で生活するっていう、うん、だから当時のカルトだと言っていいと思うんですけれどもあのそういった形の集団だったということですねでであのなんて、まあ、オウム真理教のことをちょっと出しましたけどそっくりですなぜかというと革命を起こすつもりだったから、うんまあ、当たり前ですよ革命を過ごしてでローマを追い出して イスラエル独立させるるためにやってるんですよそのためにユダヤ教を偽装してるんですよ。うん、だからパウロもね世の終わりが近いってちょっと教えてたわけですよ。だからいつまでたっても世の終わりが来ないイエスが再臨しないんですよ。でいつになるのかと思ったら、うん、呆然とすることが起きるんですね。70年に神殿が崩壊すするんですよ でユダヤ人が離散するんだ、ね、<laughs> でどうなるかっていったらイエスの再臨は当分なさそうに来そうにないということであの教会の時代になっていくんですね。わ <laughs> かるでしょ、うん、でこれはやはりあの70年の時のですね神殿の崩壊がもう決定的だったということなんですよ、うん。彼らの想像だにできないことが起こっちゃったっていう彼らのってエルサレム教会の共同体の。わかるね言っていること。だから 12の弟子たちはあくまでも世の終わりが近いとねで決起してローマを追い出してでイスラエルというね王国が独立するんだ本当に神の国が来るんだとそのために私たちが、えー、核になって、ね、イエスの教えっていうかあのキリストの教えを人々に伝えるんだということをやってたはずなんですよ。でこれが彼らの、ね、やってた動機だったはずなんですね。 だけども、実際には、イエスは来なかった。ね、再臨しなかったという形になって、ここの部分は全部削除されたと思います。使会議で、ヤコブは次のように語っています。その後、私は戻ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊されたところを建て直して、元通りにする。それは人々のうちの残ったものや。私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためだ。これはもともと、あの、ヤコブが、あの、エスエヌの。 棟梁ですから、あのこう考えたのは無理もない、当たり前のことです。要するに、もう少しわかりやすく話をすると。エッセイの派ってもともとどんな思想を持っているかというと。エッセイの派の文章の中に、はあのメルキゼデク文章っていうのがちゃんとあるんですね。その文章の中では、メルキゼデクっていうのが天上の総帥であって。天上の総帥であって、そして、あの悪と戦うわけですよね。アルマゲドンで戦って、そして悪を蹴散らして、で、あのこのようにですね。 あの王国を作るというねハルマゲドンでねあの地上に王国を作るという形のそういう最終戦争というものが描かれている文章なわけですねそうするとあのイエスは失敗してるわけで自分たちもやろうとして失敗したわけでしょだけどもあのキリストが復活をして自分たちはその復活したキリストに出会ってるわけですよで教えも直接受けてるわけですねで復活したキリストマイドレアメグキゼトキですね に直接会った人間は十二使徒だけじゃなくて、この義人ヤコブも直接あの復活してイエスに会ってるわけです。イエスっていうか、キリストに会ってるわけですね。メルキゼデクに会ってるわけです。で、彼、彼が真のキリストであり、メルメルキゼデクであるということは。ヤコブもですね、義人ヤコブも十二使徒も全員が知ってるわけですよ。それは、マグダラのマリアが教えたろうと思います。だから、みんな知ってる。で、しかも彼は昇天して、今天井に帰ってるわけですよ。そうすると、時は満ちていて。 天上の総水というだって天にも地にもねのね全,全能権を与えられたって言ってるわけです本人が復活して自分は全能権を与えられたって言ってるから天井のースになってるわけですよそうすると時は満ちてるわけでハルマゲドンが近いいって思いますよね自分たちが宣教をして人々多くの人々をキリスト者にしたらあのまさにハルマゲドンが起こってあの地上天国神の国が出現するって信じてたはずですよ。 それが彼らの思想なので、この言葉が出てくるわけですよ。こういったことがね、出てくるんですよ。言ってることわかるでしょだから、これこそ彼らの思想で、こういう形で宣教してたんだと。伝道活動やってたんだと。そういう意味で考えると、さあ、使徒のですね、四章。十一節を見てみると。イエスがね、こういうことを言ってるんですね。あの、二重括弧がついてる。イエスの言葉としてね。 あなたがた家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石になったというのはこの方のことですさあそうするとこの言葉の意味ですよあなたがた家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石になったね。これはどう読むべきなのかということだけどこの捨てられた石はイエスですね石杖の石になって作られた教会は何かってこの教会こそ原始エルサレム教会でしょ でなないとイエスのの言言った言葉の意味がわからないでしょ、ね、神殿をねが神殿がね壊,れ壊された神殿を3日で建て直すって言ったんですよイエスは3日で元通りにしてみせるって言ったで彼がイエスが貼り,り付けに合ってる時に嘲笑って「神殿を3日で建て直すと言ったものよ」と「やってみろ」って、ね、そこから降りてこいそしたら信じてやるって言ったわけですね言ってることわかるねで確かにイエスを中心にまとまってたんですよ ね、その共同体それはイエスで派としてまとまってたそれがあの神殿だったんだけども12人の弟子を中心に全部バラバラにイエスを見捨てて逃げちゃったわけでしょ神殿が崩れてしまったんですよ。で彼は3日後に復活してキリストは復活してそして復活したのを見てみんなが目覚めてですねエルサレム共同体ができたでしょ本当に3日で立て直したんですよ。だからここのね あのその一自然一自然になった教会、イエスが建て直した教会っていうのはエルサレム共同体のことなんだ。だからいローマカトリックじゃないよ。<laughs>